末エグ信グノ6月30日から1944年12月29日は日本の海軍軍人政治家。最終階級は海軍大将ジュニー・クンイ等第1次この絵内閣の内務大臣。某の三崎沖海戦で戦死した末エグ信グ海軍中佐は長男。旧徳山藩士末エ三沢九郎の次男として 山口県に生まれる。広島一中から海軍兵学校に進み、114名中50番で卒業した。卒業席時は平凡であったが、日露戦争に出生後、海軍最高学府である海軍大学高校主学生を主席で卒業した。1910年、海軍法術学校教官となったスウェッツグは、艦の中心戦場一列に手砲を装備し、 一斉射撃の効率を高める独創案を無断で学生に伝授した。上官は目殺したが、当時世界最高の海軍国であったイギリスが、同様の思考でちょうど9戦艦、オライオンを建造したことで、末次の見識が認められた。1914年に投影。従軍武官として、戦艦、アガメムノンや巡洋戦艦、クイーン・メリーに上官して第一次世界大戦の、 現場に臨み、ユトランド沖海戦についての報告書を作成している。特に戦艦の変容と潜水艦の活用に関心を持ち、在英中に作成した対米戦略論では、潜水艇によるパナマ運河及びハワイの閉塞作戦に始まり、西太平洋での迎撃を想定した5段階の全言戦略を構想している。1919年の軍令部第一課長。 1922年のワシントン軍縮会議では、自席随員を務める。条約案に反対し、主席随員である加藤幹事と共に、全県加藤智三郎に抵抗したが、条約は締結された。12月1日、官令では、少々が捕食される、軍令部第一班長に、大佐で就任した。日本海軍の作戦指導書改善用務令の、作成に携わり、 対米作戦の改善を進め、対米作戦の完成者との評価もある。基本となる策的、前言、決戦構想について根本的な疑問を示し、高木総吉は末次の研究の深さに感銘を受けている。また、海軍艦艇は重武装のためともつる事件を引き起こしているが、末次は事前にこの重武装を戒める警告を発していた。 初代艦隊用潜水艦、海大愛型日本の潜水艦は、佐久間勤の殉職などを生みながら、未だ早々期にあったが、末次は、前言戦略のようとなる潜水艦の強化を図り、1923年には、自ら第一潜水船体司令官となり和型人突破の猛訓練を実施した。同時に潜水艦の性能向上に努め、艦隊運動に作応できる、 長距離航海可能で、なおかつ高速性を備えた艦隊用潜水艦が開発された。演習で、スエツグ下の潜水艦3隻が、戦艦2隻を撃沈するなどの実績も上がり、6割海軍である日本海軍は、米国艦隊との対決に生産を得ることができ、スエツグの成果は高まった。1929年、軍令部次長に進んでいたスエツグは、 ロンドン海軍軍縮会議を迎えることとなる。なお当時の対米作戦計画の概要は次のようになっていた。会議の経過海軍は上記の作戦計画から次の三大原則をもって臨んだ。優先事項は順位の通りである。補助艦対米比率7割、潜水艦原優戦力維持大型寿命艦、対米比率7割1930年3月14日。 米国側は、台米6割前後の副案であったが、若月玲次郎、松平常浦の全権団による交渉の結果、補助艦台米比率6割9部7輪後も、潜水艦日米同僚型巡洋艦、台米比率6割で妥協案が出来上がった。3月17日、海軍は軍縮条約に不満があるという海軍当局の声明が勇敢に掲載された。 海軍省が感知しないものであり、加藤幹事も知らないものであった。この声明により、海軍部内に対立があることが表面化したが、声明を漏らしたのは、末次であった。政府は、海軍側の意向を受けて、軽巡洋艦及び駆逐艦を減らし、大型巡洋艦及び潜水艦の増加を求めるよう開訓した。3月22日、全県団から、 会議決裂の覚悟がなければ、新提案は無益との回答が来る。4月1日、首相、浜口祐子は、海軍首脳の岡田圭介、加藤幹事山梨勝之心に了解を求める。海軍首脳は、海軍の要望を受け入れることを条件に賛成し、同日午後の閣議で今後は、航空兵力の増強に努める等の要望事項が、了解され海軍発進となった。 なお、スエツグは、海軍側の協議でこの海軍の発信に賛成している。スエツグは、この数日後、航空兵力増強策で海軍の意向を取りまとめた山梨に対し、良いものを出してくれて良かった。その辺で収まるよと語っている。4月2日、スエツグは、黒潮海に不穏文章を発表しようとして、海軍省に抑えられる。 このことは表面化しなかったが、末次は海軍省事務取扱いでもあった浜口総理に呼ばれ海軍に沿って努力するよう求められる。末次は了承し、3月17日の声明につき直立不動で次のように謝罪した。先に不謹慎なる意見を発表したるは全く自分一個のせいにして鼻だ悪かりし、 自分は謹慎すべきなれども、もっかじむたたんなれば毎日出勤し折れり、何とぞ叱るべきご処分を行う、岡田圭介回顧録より引用4月5日、貴族院議員との会合に出席した末次は、秘密事項に触れ、それは文書となって一部に流出した。一連の行為は、浜口の怒りを買い、政府内部で問題化した。海軍側ではが公開の場で政治を、語ったとして、 海軍省法務局で末次の処分が検討された。末次の行動は加藤幹事さえ持て余すものであった。4月17日、末次は加藤幹事から開国を受ける。なお4月から5月にかけて末次宛に機密費が集中して支出されており、政治家や右翼団体への工作費ではなかったかとの推測がある。6月7日、 昭和天皇に軍事の進行をした際、軍縮条約に強行に反対する旨を述べた。これはすでに軍縮条約締結に賛成した、海軍省及び軍令部の方針に反するもので、天皇の不況を買った。6月10日、末次、山梨勝之進はそれぞれ軍令部次長、海軍次官から更迭された。条約批准軍縮条約締結後も、批准のためには、 帝国議会の承認、軍事詐欺委員の同意、枢密委員への指針が必要であり、末津倉艦隊派は統帥権幹般を唱え反対を続けた。それまで憲法を研究したことのなかった海軍にあって、末津倉が統帥権を取り上げたのは政権奪取を図る野党政誘会の影響があったとされる。末津は同党幹事長で作士と言われた。 森務とつながっていた。加藤幹事は海軍部内で申請しされていた東郷平八郎に働きかけ、東郷は軍縮条約反対に回り、また伏見宮広安王も反対であった。軍令部の反対にもかかわらず政府が条約を結んだこと、また軍令部長である加藤の上層の順序が政府の上層の後回しになったことなどが、統帥権簡単であるとして、 政府攻撃を行ったのが、犬飼い武士、鳩山一郎らの政党政治家であり、後に墓穴を掘ったと評されることとなる。草刈英二の自決、加藤幹事の医薬上層による、軍令部長辞任、外相締原貴重郎の出現など事態は混迷し、一時は批准が難しい事態になったが、浜口総理の強行姿勢と、宮中関係、財界、言論会の指示があり、 10月2日にロンドン海軍軍縮条約は批准された。軍縮会議の影響ロンドン海軍軍縮条約をめぐる紛糾は海軍部内の分裂を招き戦前の日本の進路に大きな影響を及ぼした。具体的には次のような影響が指摘されている。こうしたことからロンドン海軍軍縮条約は太平洋戦争の要因に数えられている。また副次的には 宝部兵が失脚し、海軍創設以来の札の海軍がその実態を失うこととなった。なお5.15事件を起こした海軍青年将校に末次の影響があったと言われる。指導者であった藤井仁は信頼する海軍軍人として末次を挙げ、また実行者は理由に統帥権甲板を挙げている。与内光政は先導したのは、 スエツグだと考えていた。しかしスエツグは2.26事件において海軍兵力による反乱部隊鎮圧に賛成している。艦隊派の理論的背景スエツグらが対英米7割論を唱え軍縮条約に3大原則を主張した点については理論的根拠があった。海上での戦闘行動が行われた場合、悲願の勢力比は静止状態の勢力の事情に 正比例するというものである。つまり、米国10、日本7の勢力比は戦闘行動中は100対49、ほぼ2対1となる。この比率であれば、戦術的工夫で艦隊決戦の勝利を望みうるというものである。これには7割未満の艦隊は敗北するという、戦士上の裏付けもあった。なお7割論を戦士研究から導き出したのは、秋山正幸である。 この理論を基礎とした7割論は説得力があり、対米10割でも、米国との戦争はできないと主張していた、石橋丹山なども、条件付けながら認めていた。同じ理由で同一条件で10隻、対7隻が戦闘した場合、残存艦は7隻、対0である。こうした数字の現実が、末次を対米戦術に不信させ、月々秘密き金と謳われた。 もう訓練を生んでいるのである。一方海軍部内には同じ理由で対米戦、まして対英米戦は不可能と考える少なからぬ召喚たちもいた。二輪をもうの差しかし、ロンドン海軍軍縮条約による補助官比率は要求の対米7割に対し不足はわずかに二輪をもうであった。このことはワシントン海軍軍縮条約に比べて情報を勝ち取ったと言える。 にもかかわらず艦隊派が強硬に反対した理由としては次のような点があった。ワシントン海軍軍縮条約の結果主力艦がすでに対米6割になっていた。主力艦の代用となる大型巡洋艦が対米6割となった。前言作戦の鍵となる潜水艦の所要量に不足した。末次が強硬にロンドン海軍軍縮条約に反対した最大の理由は 潜水艦量に制限を加えられたためと推測されている。上日の通り対米作戦において潜水艦が担う策的、前言の役割は大きく、末次は自ら潜水艦部隊を作り上げてきた。末次にとって潜水艦は絶対量が必要であり比率は無意味であったのである。なお、太平洋戦争で主力兵器となった航空機は当時は未発達であり、 例えば、零式環状戦闘機が開発されるのは10年余り後のことで、当時は海戦の勝敗は主力艦が握ると考えられていた。いわゆる大環境法主義の時代である。七割論は艦隊派、条約派を問わず支持するところであった。しかし当時の日本は経済的苦境にあり、日米の国力差を考慮すれば軍縮条約が必要であるとするのが岡田圭介。 山梨勝之進、堀定吉ら条約派であり、加藤智三郎の次の言葉がその考えを象徴している。国防は軍人の占有物にあらず、戦争もまた軍人にてなしうべきものにあらず、仮に軍備は米国に寄抗するの力ありと仮定するも、日露戦争の時のごとき小額の金では戦争はできず、しからばその金はどこよりこれをエベシアというに、 米国以外に日本の外債に応じうる国は見当たらず。しかしてその米国が敵であるとすれば、このとは塞がるるがゆえに、結論として日米戦争は不可能ということになる。国防は国力に愛応ずる武力を備えうると同時に、国力を寛容し、一方外交手段により戦争を探ることが、目下の時世において国防の本義なりと、信ず ワシントン会議において、堀定基地に公実軍縮条約のその後松次は、連合艦隊司令長官在職中、長雲忠和らが集めた軍縮条約から脱退を求める署名を、海軍大臣、大隅美寮に提出し、また伏見宮にも取り次いでいる。伏見宮は、加藤幹事と政治に注意を与えた。また、軍事参議官として迎えた。 軍縮条約の延長問題に対しては、無条約無拘束を最上とし、事前の策として、各国の最高軍備の限度を共通とすることを主張した。最終的に日本は、軍縮条約から脱退することとなったが、米国で両洋艦大法が成立したことで、日本は、対米6割の維持もできなくなった。このことは、太平洋戦争の開戦決定前に実務を担っていた。 海軍省、軍令部の中堅に影響を与えている。1931年9月に満州事変が正規した際、日米の緊張状態が高まり、末次は第二艦隊司令長官に就任。続いて発生した第一次上海事変では、戦闘区域に民家があったが、艦砲射撃を実施した。しかし末次が事態を拡大することが危惧され、第三艦隊の編成となり、 野村義三郎が司令長官に任命された。1933年11月15日、海軍陛下将校の最高の憧れであった連合艦隊司令長官に就任した。海軍青年将校はその就任を大歓迎したという。また、連合艦隊司令長官は国民の間に人気がある職位であったが、末次の人気は歴代長官中。 東郷を平八郎に次ぐものであった。長官としては野戦を重視した、猛訓練を施してその戦力を向上させ、小柳富次はその程度を極度としている。末次にはお菓子が大意限があったとされる。右翼的傾向があり、国家主義者でもあった末次は、連合艦隊司令長官の頃から政治的野心を持ち始めたと言われ、平沼木一郎、松岡洋介、 この絵踏みと交流を持ち次第に政治力を強めていった。陸軍では当初荒木貞夫、正木神座ブローラ行動派とつながりがあったが、後に林千十郎と親密な関係にあった。国家革新を必要とする考えを持っていたこの絵が新党結成を目指した際、末次はその相談役となった。この絵新党結成運動は後大政翼3回に、 結実する。末次は、大政翼3回中央協力会議議長、東亜建設国民連盟会長、スメラ学塾長を務めた。末次は1937年2月の林、内閣成立時に、林千十郎から、海軍大臣就任の要請を受け了承したが、海軍人事に影響力があった、伏見宮広安王の信頼を失っており、海軍大臣、 長野治は、海軍次官、山本五十六が押した、与内三政正を公認に選ぶ。6月、この F ・ミマロは、初の組閣に際し、末次の内閣参議に就任を要望する。この時、末次は、軍令部総長になれるなら、内閣参議は断ると海軍省人事局長、清水てるを通じて、米内に伝言していたが、現職の軍令部総長は、 皇族の伏見の宮であり、伏見の宮は末次に後を譲る気はなかった。また、海軍の政治に関わるのは、海軍大臣のみとする伝統から、10月15日に、米内は末次を予備役に編入する。なお、両人の個人的関係は険悪であった。後に、末次は世内内閣成立時に、内閣参議を辞任している。内務大臣当時の末次在一時、 この絵内閣では内閣参議から内務大臣に就任した。秘書官は2.26事件後に予備役に編入された山下智彦である。治安の最高責任者たる内務大臣に末継を据えることに反対の声もあったが、この絵には末継を支援する右翼団体や国粋主義者を取り込み安定した政治基盤を築く意図があった。しかし、 この絵や戸孔一には末次を制御することはできなかった。その一例が日中和平を目指したトラウトマン工作の拒絶であり、小解席を大使とせずという声明を出すよう主張した。対米、対英、大祖教公論を唱え、また金融を国営化すべしとの論人を張る。こうした末次の態度は、旧中、財界一部軍部にも不評であった。なお末次は、 日独一三国軍事同盟に賛成であった。国内政策としては、内務省土木局に、砂防専門物資を設け砂防事業の発展に貢献した。第一次、この絵内閣退陣後、主犯となった平沼喜一郎は、末次と一心同体と見られていたが、平沼は末次を内省に留任させず、内閣参議にとどめた。第三次、この絵内閣で、 日米和戦の決定が迫られる中、この絵は日本の軍事能力への疑問から末次に軍事的見通しを問いかけている。末次は次のように回答した。そんなことをいちいち考えていたら何もできはしません。日本が南方をしっかり確保すれば半年や一年では大した国力の増大にはならないが全時に自給自足の体制は強化されていく。さすれば、 長期となればなるほど日本の体制は強化されるわけで、何も売れ売るには当たらぬ。日本海軍の終戦工作より引用。元資料は、高木総基地作成、政治情報昭和16年9月5日この見通しは、太平洋戦争の実装からほど遠いものではあるが、当時の軍務局第一課長、作戦課長らが加わった、海軍国防政策委員会、 第一委員会の見通しと同様であった。大政翼3会中央協力会議議長当時。左二人目から橋本金五郎、末次信政、有馬頼康安第三次、この江内閣が退陣した際に、全国地水砂防協会会長であった末次は、総理候補との噂が流れた。事実、海軍省調査課長の高木総吉や矢部貞春らが、 スエツグ主犯実現に動いていた。また陸軍省軍務局の予想していた主犯筆頭候補もスエツグであった。台米戦争となれば軍事的主役は海軍であり内務大臣の閲歴を持つ海軍大将、数軸派、そして日米海戦論者であるスエツグが主犯となることは外然性があった。しかし昭和天皇をはじめとする宮中関係者は スエツグと右翼団体とのつながりを危惧しており、スエツグへの信任はなかった。重心会議でスエツグを押すものもなく、内大臣、木戸光一が押した、東条秀樹が主犯に指名された。スエツグは落胆したという。東条内閣により、帝国国策遂行要領の再検討が行われた。あとも国策に変更はなく、1 9 4一年十二月八日、日本海軍は、 新珠湾攻撃を実施した。山本五十六小上根一二人の連合艦隊司令長官が戦死、殉職する悪化した選挙区の中、末次は教育局長の高木総吉に、当条内閣の当閣に協力することを約束し、島田茂太郎を問い詰め回答不能に追い込んでいる。予備役となって7年余り経っている、この時期にも、 スエツグは戦局に対し優れた見識を見せていた。戦争終結を意図していた岡田圭介は海軍大臣兼軍令部総長、島田茂太郎を更迭することで、東場内閣当格の契機をつかもうと図り、米内を海軍大臣、スエツグを軍令部総長として現役復帰させることを提案した。岡田にとっては、米内の海軍大臣就任が眼目であったが、 米内の円満な復帰のため、末路の系統へも配慮したのである。また、末次の手腕に期待する海軍部内の空気もあった。石川慎吾、高橋三吉のお膳立てもあり、両人の引き合わせが実現。末次、米内は協力を約束した。末次はサイパン東大会に熱意を示していたという。米内の現役復帰と、 海軍大臣就任が実現した後、米内は、末次の軍令部総長就任に向けて意気込んだが、伏見宮をはじめとする海軍首脳と陸軍の強い反対のため、実現しなかった。末次本人の急病もあったが、昭和天皇も反対であった。海軍大将、末次信政の墓礼奏した、末次1944年12月29日。 軍令面で期待されたその手腕を発揮することなく、末次は皇居した。墓所は、玉霊園にある。兵たちには、もう訓練を強いる鬼と恐れられる一方、自ら潜水艦に乗り込んで陣頭に立つ、有限実行の指揮官として将兵から強い信頼を受けていた。またいわゆる海軍機関化問題で兵下より、軽視されていた、機関化将兵の不満が鬱積し、ストライキや、 反抗の懸念が現れた際には、幕僚が説得に尻込みする中、自ら海軍機関学校を訪ね忍耐強く説得した。日本海軍が理想の指揮官像とした指揮官戦闘を実践していたのである。その指揮ぶりは自信にあふれ部下を振幅させるものであった。公務には厳しかったが、主席では部下に胸筋を開いてみせた。戦後、 批判的な評価を受ける末次だが、批判側も末次が指揮官として優秀であることは認めるところである。末次はワシントン会議の際、米国の対応に日本は圧迫されたと考え、米国に強い不信感を抱いていた。ロンドン海軍軍縮会議における行動も、その不信感が根底となっている。なお艦隊派は対米強硬派ではあるが、必ずしも 対米戦争を望んでいたわけではない。しかし末次は、満望の確保が、日本海軍の最大の任務であるとし、そのため、米国を排除することが必要であるとして、公然と、英米打倒論を唱えており、対米強硬派のオスなる存在であった。軍令面での高い評価に対し、軍政面における評価は低い。加藤幹事らとともに、艦隊派の中心人物で、 軍縮条約に強硬に反対したが、海軍部内の統制を乱す行動があり、また統水権甲板問題を弱気した一人であると、される。ロンドン海軍軍縮条約反対派の中心は、軍令部長の加藤幹事であると見られていたが、実際は末次が艦隊派の中心であるという見方も、ある。岡田圭介は末次を警戒し、元老、西恩寺金持ちの秘書、 原田熊雄は西園寺に対し、宮中関係者から不安視されていた、正木仁神三郎になぞらえて報告している。また、昭和天皇はこの時の末次の言動に、不信感を抱いていた。一方、軍縮条約に不満を募らせる、海軍軍人、国家革新を唱える、陸海軍将校、右翼団体、右派政治家などからは、指示を受けた。影山孝一郎は末次について、 その海軍に占める役割の理解なしには、近現代史の実像を掌握することはできないとしている。井上成美は末次について、中佐ぐらいまでの人としている。末次の死士、真偽は、駆逐艦、若葉艦長として、キスカ島撤退作戦に参加した後、第二艦隊の水雷参謀に就任。第二本帝国海軍艦隊最後の突撃に加わり、戦死。 海軍中佐に進んだ。当園に哲学者の小島武彦がおり、小島が1940年に創設したオカルト団体、スメラ学塾の塾頭に就いた。平学校生徒卒業試験成績表及び証書、授与式指向進能臨場玉物品の件、内務省、社会局、警視庁、地方高等官一覧表。ありがとうございます。